今回はおまんの方の生涯について解説していくぞ。よろしくね。それでは早速解説を始めていくが、このチャンネルではどこよりも早くどうする家康に関する動画を投稿していくので、よろしくお願いします。よろしくお願いします。自分の遺伝子を多く残したいという願いは生き物としての本能的な思いだろう。特に戦国時代の有力者は父から子へいろいろと引き継ぐものが多かったので、たくさんの子供を望む傾向が強かった。このことは現代の価値観では考えられることは少ないが、多くの側室を持ち子供をたくさん作ることは武士たちにとってごく普通のことだったと言えよう。どうする家康の主人公である家康には20人もの側室がいた。さらに多くの子宝にも恵まれたおかげで、一部の専門家は徳川幕府の盤石な体制を作ることができたと言われている。そんな家康の側室の一人に、おまんの方と呼ばれる女性がいたんだ。このおまんの方は、おこ茶や古豪のつぼね、松、長生院などたくさんの呼び名があるんだ。かなり多くの呼び名だね。ここで少し話は変わってしまうが、このおまんの方という人物は実はもう一人存在する。しかもその人物は家康の側室だった。つまり家康にはおまんの方という名前の側室が二人いたことになるのだ。おまんの方という人物が二人いるのはややこしいよ。そうだな。それでおまんの方のように同じ名前の側室が二人いる理由はいろいろとあるんだが、一番の理由は当時の資料には女性の名前がきちんと書かれている場合が少ないからと言われているな。そうなんだ。じゃあ具体的に言うとどんな感じで記載されてるの？作成された資料や時代背景によって異なる場合が、戦国時代では女と書かれているか、夫亡き後に出家や在家での仏門に入るため〇〇院〇〇にと書かれることが多いな。なるほどね。だからおまんの方という側室が二人いたと考えられているんだね。その通りだ。それでもう一人のおまんの方は養獣院という名前なので覚えておいてくれ。うん、わかったよ。さて、もう一人のおまんの方の話はここまでにして、ここからは後に長生院となるおまんの方について話をしていこう。まずおまんの方は徳川家康のいとこにあたる人物である。具体的に言うと、おまんの方は天文17年に三河にあった千里府神社にて神主だった長見貞秀の娘として誕生した。この千里府神社は現在の愛知県知立市にある知立神社のことである。貞秀の家系は第51代の天皇であった平成天皇の流れを汲む伊勢物語の主人公として有名な貴族の在原の成平の血筋の家と伝えられており、高貴な血を引いていることがうかがえるな。つまりおまんの方の血筋を考えると名家の娘というイメージだね。その通りだ。しかし戦国時代に入ってからの三河は、守護大名から戦国武将と化した今川義元が侵略を進めていた。それに伴い周辺にある三河の家康の祖父や父の松平家、そして織田信長の祖父や父親である織田信秀がいた尾張の織田家が戦い、戦乱の世と化していったのである。この乱世の影響で知立神社は二度戦いに巻き込まれてしまい、今川方に社殿を焼かれるなどの被害が出たため、武士である水野家と婚姻関係を結ぶことになったのである。この婚姻関係からおまんの方の母は水野忠政の娘と伝えられているぞ。
忠政は確か家康の母親であるお大の方の父親だよね。その通りだ。つまり関係性が見えないところが多いが、おまんの方は家康にとっていとこにあたると言われているぞ。かなり複雑な関係だね。話を進めるが、おまんの方の幼少期などは資料がほぼないに等しい。そのためどのような経緯があったのかはわからないが、おまんの方は家康の正妻である築山殿の奥女中として働いていたと伝わっている。おそらくおまんの方は家康の目に留まりお手つきにされていることから、本当の雑用係などではなく築山殿の身近なお世話をしていた可能性が高いと思われる。また家康の実母であるお大の方の姪であれば、それなりに優遇されていたのではないだろうか。この時代の女性たちは平均的に13から16歳くらいになると嫁に出されたり側室となったりしていたんだ。となるとおまんの方が何歳ぐらいの時に家康の目に留まったのか気になるね。確かに気になるところだが、残っている資料が少ないので何とも言えないな。仮におまんの方が15歳前後に家康と出会ったと仮定すると、その頃の家康は信長と同盟を組み、浅井長政や武田信玄などと戦っていた時期と思われるな。なるほどね。家康とおまんの方の出会った経緯や時期に関しては不明だが、やがておまんの方は家康との間に2人の男の子を授かることになった。しかし家康はおまんの方のことを側室とは認めなかったのである。それどころか家康は生まれた子は双子で、男子が2人も生まれたのにもかかわらず、子に会うこともおまんの方をそばに置くこともしなかった。家康が先ほどのような行いをした理由は、当時の特殊な事情が関わっているからだ。特殊な事情とはどういうことなの？具体的に言うと、当時は双子を産んだ女性のことを畜生バラと呼び、忌み嫌われていたんだ。そうだったんだね。家康が本当にこの畜生バラを嫌ったのか、それ以外の事情があったのかはわからないが、おまんの方の産んだ息子のうち、一人は早々に長見家へと養子に出されている。そのことからも歓迎された出産ではなかったことは間違いないだろう。またもう一人の息子は結城秀康である。秀康は家康にとっては次男にあたる人物だが、名前からもわかるように松平や徳川の姓を名乗ることはできなかった。またおまんの方が妊娠したとき、家康の正妻築山殿は激怒し、おまんの方を裸にして庭の木にくくりつけたという逸話が残っている。それを家康の家臣であった本田重次が見つけて助け、浜松の元今川家家臣であり、後に家康の家臣になった中村という男の家におまんの方はかくまわれたと伝えられている。最終的におまんの方がかくまわれたのでよかったが、築山殿の行動には恐怖を感じてしまう。築山殿、ものすごく怖い女性だね。そうだな。また築山殿はいつ頃の手紙かは不明だが、家康に送った手紙には、私が長男の母であり正妻であるのに城から離れた寂しいところに追いやった上、なぜ全くこちらに来てくれないのですか、という内容の手紙を送っているぞ。築山殿はなかなか帰ってきてくれない家康に対して寂しい思いをしていたのかな。家康の当時の状況を考えるとその可能性は高いだろうな。ただ別の説では、もろもろの事情から家康があえて築山殿と会わないようにしていたと言われているぞ。複雑な人間関係があったんだね。ここまでの話を聞いていると、築山殿はとんでもない人物に思えてしまう。しかし当時の築山殿は岡崎の城にも入れない状況な上に、おまんの方は浜松にある中村家で子を産んだことから、当時すでに一緒にはいなかったとみられ、
先ほどの話は後世の作り話だと考えられている。話を戻すが、おまんの方は天正2年2月8日に双子の男子を産んだと言われている。おまんの方が子供を産んだことを知った家康がどのような気持ちだったのかはわからないが、何か祝いを述べたということも、会いに来たという記録も残されていない。さっき生まれた双子について少し解説されていたけど、具体的にはどんな人生を歩んだの？双子に関しては諸説あるが、一人は先ほども触れたように、おまんの方の実家である長見家にすぐさま養子に出され、長見貞親と名付けられているな。そして貞親は千里府神社を継いだと言われているぞ。なるほどね。じゃあもう一人の双子が秀康になるんだね。その通りだ。この秀康は幼名を小木と付けられた。なんとも不思議な幼名だが、この名前が付けられたのにはあるエピソードがあったとされる。そのエピソードとは、家康が秀康の顔を見てギギという魚に似て気持ち悪いと言ってその名を付けたという内容である。もしこの話が本当なら、家康は秀康の顔を何かしらのタイミングで見たことになる。ただ資料によると、家康は先ほどの発言から3年間一度もおまんの方にも秀康にも会うことはしなかったと言われている。家康がおまんの方や秀康に会おうとしなかった理由は諸説あるが、有力な説では家康が多忙だったからと考えられてるな。忙しくて会いに行く暇がなかったんだね。詳しいことは明らかになっていないが、秀康が生まれた頃の家康は信長と同盟を組んでおり、信玄と戦っている最中だったからな。じゃあ当時の家康は単純に忙しかったりストレスが多かったりと、小屋側室のところへ何度も足を運ぶような暇はなかったと考えることができるんだね。その通りだ。そんな家康の状況に、秀康の異母系である徳川信康は再三家康に秀康に会いに行くことを勧めたと言われている。ただそんな信康は信康事件によってこの世を去ってしまう。そのため秀康は徳川家の次期当主になると思われたが、最終的にその座につくことはなかった。その後秀康は後に結城家に行くことになり、結城秀康となったのである。秀康が徳川家の次期当主の座についても問題はないように思えるけど、いろいろと事情があったんだろうね。そうだな。資料には詳しく記載されていないが、いろいろな事情があった可能性は高いだろうな。それでおまんの方はその後どうなったの？かくまわれた後のおまんの方に関する記録はあまり残っていないが、関ヶ原の戦いによって秀康が北の庄城の城主となったため、おまんの方も北の庄城に住むようになったと言われてるな。その後慶長12年に秀康が北の庄城にて急死すると、出家し元和5年に72歳で北の庄で亡くなったそうだ。なるほどね。この動画がいいなと思ったら、チャンネル登録・高評価よろしくお願いするのじゃ。